これはある日の放課後、僕が森島先輩と一緒にファミレスへ行った時のちょっとドキッとした思い出。クリスマスの数日前にあった出来事。どうしたの立花くん、なんだかソースはしてるみたいだけど。ああいえ、森島先輩と一緒にこうしてファミレスでお茶できるなんて、その感激です。え？やだ、そんなことくらいで感激しないでよ。でも僕にとってはすごくありえないっていうか、まあ今現実にありえているわけなんですが、それが信じられないというか、あの嬉しいです。もう大げさなんだから。先輩とお茶できるのは嬉しいけど、よりによってカオルのバイト先に来ちゃうなんて、こんなところを見られたりしたら。ん？どうしたの？なんでもないです。先輩はもう何を頼むか決まりましたか？うん、決めたよ。あのね、立花くんって甘いものは平気？はい、普通程度には。じゃあね、私と一緒にパフェを食べてくれるかな？パフェですか？このパフェ。うん、これですか？うん。ああ。ご注文お決まりでしょうか？立花くん、いいかな？はい、問題ないです。カオルでなくてよかった。じゃあこれをお願いします。はい、かしこまりました。あの子が持ってきてくれてるのがそうかな？え？カオル？あの子、立花くんのお知り合い？あ、はい、クラスメイトです。そっか、うちの学校の子がここでアルバイトしてたんだね。知らなかった。ええ。そっか。じゃあ、私と二人っきりのところを見られたら大変だね。そんなことないですよ。よーし、いいこと思いついちゃった。しょっと。先輩、何をしてるんですか？ほら、こうやって隠れていれば、私と来てるってバレないでしょ？そんなことしなくても。いいからいいから、この方が面白いじゃない。ほら、もう来ちゃうよ。お待たせしました、シャイニングラバーズパフェになります。よカオル。珍しいパフェの注文があったから、どんなお客かと思ったら、あんたとはね。別にいいだろう。そうだそうだ。で、どんな人とこの恋人向けスペシャルパフェを食べるつもりなの？え？二人で来たんでしょ？伝票見ればわかるんだからね。それは。誰だ誰だ？先輩、完全に面白がってる。うん？梅原。いいだろ別に。何か問題あるか？もう何にも言えないわ。じゃ、ごゆっくり。先輩、もう大丈夫ですよ。君は梅原くんとパフェ食べるんだ。先輩が隠れたりするから。だって、どんな言い訳をするか気になったんだもん。ごめんごめん。さ、シャイニングラバーズパフェを食べよう。バイバイ。先輩と食べたシャイニングラバーズパフェは美味しかったけど、でも僕は何かを失った気がしたわけで。クリスマスまであと少し。森島先輩と幸せなクリスマスを過ごすことができるんだろうか。今日はカオルバイトだって言ってたし、邪魔しちゃ悪いからまっすぐ帰るか。あ、そうだ、
本屋で立ち読みしていこう。もうすぐクリスマス。カオルとデートか。クリスマスケーキはいかがですか？ご予約も受けたまってます。あれ、クリスマスケーキ美味しいですよ。カオル、純一、なんでここに？いや、ちょっと本屋に寄っていこうと思ってただけなんだけど。お前、その格好見ればわかるでしょ。サンタに決まってるじゃない。分かってるよ。じゃあ何よ、文句あるの？いや別に。バイトなんだからしょうがないじゃない。バイトってファミレスは辞めたのか？まさか。これは期間限定よ、時給がいいから。お前いくつバイトしてるんだよ。5つ。そんなに？大丈夫かよ。全然平気よ。あ、でもね、新しいお父さんになるかもしれない人もあんたと同じこと言ってた。え？バイトしなくてもいいよって言ってくれたんだよね。へえ、そうなんだ。じゃあ辞めるのか？考え中。そっか。うん。ちょっと、どこ見てんのよ。いや、別に。その猫耳のサンタ帽可愛いなって。うっそ、そこじゃなかったでしょ。見てたのはもっと下の方だった。その、やらしい。そんなこと言われても。買いなさいよね。え？このケーキ一番安い2500円のでいいわ。出血大サービスよ。はあ？私のサンタコスの見物料にしては安すぎるってこと。ああ、それで出血大サービスか。そんな格好してるから体が冷えちゃったんじゃないのか？そうだ、純一、あんた体で返しなさいよ。はあ？手伝って売り切ってよ。こんな寒空にいつまでも私を立たせておく気なの？わかったよ。クリスマスケーキはいかがですか？まだまだ、ご予約も受けたまってます。美味しいですよ。どうですか？クリスマスケーキはいかがですか？どうですか？美味しいですよ。気をつけてお持ち帰りください。お買い上げありがとうございました。完売だ。やった。疲れた。見物料は高くついたな。そう？まだまだこんなもんじゃ足りないくらいよ。おいおい、ま、いいか。おかげでカオルのサンタ姿はじっくり拝ませてもらったし。そうだ、クリスマスデートどこか行きたいところがあるか聞いておくか。あ、クリスマスの計画ちょっと話しておこうかな。あのさ、何よ。あの、もう帰ってもいいんだよな。え？あ、そう。うん、そうね。そうか。うん。じゃあな。純一？何？今日は天気ね。クリスマス楽しみにしてるわよ。おう。クリスマスに風邪なんかひくなよな。了解。それは枯れ葉舞い散るとある12月の夜のことでした。その日は少年にとって大切な記念日でした。それなのに誰もいないなんて。そう、今日は少年の誕生日だったが、帰宅すると家族の姿が見えないばかりか、バースデーケーキすら見当たらなかったのだ。一人ぼっちの寂しい誕生日を悲観した少年は、こうして押し入れに閉じこもっていじけていました。ほっといてよ。どうせ僕は家族にも幸運の女神にも見放されたんだ。
はい。あ、少年の目の前には少女が立っていた。少年はまだ幸運の女神に見放されてはいなかったようです。さえちゃん、夜分遅く失礼します。どうしたの？ミヤに用事？ごめんね、あいつ留守にしてるんだよ。あ、違います。教官に。僕に？はい。何かな？誕生日おめでとうございます。どうして僕の誕生日が分かったの？はい、ミヤちゃんに教えてもらったんです。あの、これプレゼントです。プレゼント？はい、その大したものじゃないんですけど。ありがとう、すごく嬉しいよ。あ、寒いよね、入って。ごめんね、今誰もいないから大したおもてなしもできないけど。少年の誰もいないから、誰もいないからという言葉は少女の頭の中にこだまして胸をドキドキとさせていた。誰もいない、誰もいない、誰もいない、誰っきり、誰っきり。少年よ、私は信じている。君は決して不埒な真似をするような男ではないということを。開けてもいいかな？はい。本、あれ、アルバムかな？少女が少年に初めて贈る誕生日プレゼントはかなりの変化球であった。しかも内角高めの際どいところだ。これは、それは少年の想像をはるかに超えた斜め上を行くものであった。なんなんだこれ。おー、少年は心の中で雄たけびを上げていた。これってさえちゃんの。はい。水着写真だよね。すみません。これってさえちゃんのチャイナドレス写真だよね。これってさえちゃんのナース写真だよね。で、こっちはさえちゃんのミニスカフ計算の写真だよね。まさに興奮のるつぼであった。で、これはさえちゃんのねぐりじ写真だよね。少年の思考は完全に暴走していた。もう誰も止めることができない暴走列車なのであった。アンストッパブル。これ、どうしてこれを僕に？あのですね、ミヤちゃんに先輩の好きなものを聞いたんです。そしたら、水着とかいろんな服を着た女の人の写真集とかよく見てるよって。それで？あの、やっぱりそんなに見ちゃ恥ずかしいです。え、その、とっても可愛く撮れてると思うよ。でも、ダメです。大丈夫ですか？大丈夫。ああ、少女の胸に顔をうずめる少年。そのぬくもりはまさに少年の身も心も温めてくれる最高のプレゼントであった。さえちゃん、プレゼントありがとう。喜んでもらえましたか？うん。よかった。あの写真ミヤが？はい、先輩が喜ぶポイントは知り尽くしてるからって。ミヤのやつ！クリスマスイブまであと10日。この二人に聖夜の女神は微笑んでくれるのでしょうか。何はともあれ、少年よ、ハッピーバースデイ。ねえ、シッシー、ニーニー、サエちゃんのプレゼント喜んでるかな？